ウエストモーランド伯爵夫人、ジョーン・ボーフォートは、プランタジネット長、ランカスター朝期のイングランドの女性貴族である。イングランド王族である、ランカスター公ジョン・オブ・ゴーントと,と3番目の妻キャサリーン、スー・イン・フォードの娘で、ウエストモーランド伯、ラルフ・ネビルの妻。サマセット伯ジョン・ボーフォート、ヘンリー・ボーフォート数奇鏡、エクセター公、トマス・ボーフォートは、同母兄、 ランカスター朝の子祖ヘンリー4世は、イボアニにあたる。孫である、エドワード4世以降、すべてのイングランドの統治者の共通の先祖である。ただし、ヘンリー7世だけは直接の子孫ではないが、ジョーンの創孫エリザベス・オブ・ヨークを妻にしている上に、ジョーンのドーボアニジョン・ボー・フォートの彦でもあるので、血縁があるとは言える。ジョーンは、プランタージネット長の王子であった。 ジョン・オブ・ゴーンとと彼の目掛けキャサリン・スウィン・フォードの4番目の子としてフランスのアンジュにあるボーホール城で生まれた。ジョーンはまだ若い時にロバート・フェラーズ教と結婚し、夫が1395年頃に亡くなるまでに2人の娘を授かった。当時のイングランドの法律では正式な手続きを踏んでいない結婚は非合法とされ、その結果生まれた子供も 非政児として扱われていた。ジョーンの場合は3人の兄と共に、すでに1390年に、いとこのリチャード2世によって、合法的であるという指摘談話を得ていたのだが、様々な理由で、父は1397年1月に、議会宣言の形で、同様の確認を取った。これで晴れて、ジョーンたちは、ジョン・オブ・ゴーンとの正式な子供と認められたのである。 この公表のすぐ後の1397年2月3日、ジョーンは18歳で、ウエストモーランド博、ラルフ・ネビルと再婚する。彼らは10人以上の子に恵まれた。そのうちの一人が、後に、ヨーク公リチャードと結婚して、国王エドワード4世、リチャード3世を産むことになるセシリー・ネビルである。夫が1425年に亡くなると、借位と所領は法律に従って、 最年長の男子である夫と同盟のラルフネビルに渡ることになる。ただ借位と邸宅が時代に渡る代わりに豊かな所領の大部分はジョーンのものになった。ラルフが残したこの措置は未亡人になったジョーンが生活に困らないようにとの配慮だろうが、結果的に彼は自分の財産だけでなく家族も二分してしまった。その後何年も、 ジョーンが譲渡された土地をめぐってジョーンとラルフの間で壮烈な争いを行うことになった。もっともジョーンには、ラルフでは歯が立たないほど強力な王室の血と骨があったので異議を申し立ててもラルフの分与分はほとんど増えなかった。遺産問題に決着がついたので必然的にジョーンが亡くなれば所領はジョーンの子供たちによって相続されることになる。 ジョーンは1440年11月13日にヨークシャーの放殿で亡くなった。遺体は夫ラルフと一緒ではなく、母の眠るリンカーン大聖堂の壮大な聖壇に葬られた。ジョーンの墓は、真鍮のプレートで飾られたうちの小さい方だったが、1644年の新京都革命の折に新京都によって損壊された。最初の夫、 ロバート・フェラーズ・キョの間に二人の子を設けた。二番目のオット・ウエスト・モーランド・ハク、ラルフ・ネビルとの間に14人の子を設けた。ありがとうございます。